ドン。一人で。ドンドン。何してるんですか。ボンジョルノ。ボンジョルノ。ナンバーのお店に来ました。ナンバーワークス、はい。今何やってたと思います？僕野球ですか。ここって、はい。本当何があったかというと、はい、大阪球場です。南海球団の球場。なるほど。見てください、ここ。南海球場。ホームベースの跡。そこ実際に使われてたそうです。ここはホームベースの跡ですね。なるほど。先ほど僕がお見せしたところ、はい。はい、ここが、ピッチャーズベース、マウンドの跡ですね。ですね、南海ってことです。杉浦なるほど、はい、ということで、はい、行きましょう。難波店来ましたよ。来ました。じゃあ行きましょうか。はい、行きましょう。ビームスハウス難波ですね。はい、はい、もう一番手前側にあります。そうですね、はい、はい、というわけで、はい、行きましょう。難波のハウスですね。はい、ここは比較的あの一番新しくできたお店で、うん、かなり綺麗なお店で、ここのマネージャーをお呼びしましょうか。はい、マネージャー、はい。大川さん、大川さん、大川さん、俺いないかな。はい、はい、大川さんです。ボンジョルノ。ボンジョルノ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。大川さんも相変わらずギャラリーですね。もう完全ギャラリースタイル。あれ、大川さんってもともと、はい、この難波のお店の前ってとこは小さい橋の大丸の中 で、ね、はい、その前ってある。その前も大丸の南館にあって、こう大丸のとこトントンと、十何年か、ね、10年弱ですね、うん、はい。じゃあ岡さん自己紹介自分の今日のコーディネートビームスハウス難波の大川と申します。コーディネートは、このベルボトルのパンツを履きたいなと思って、それに合わせてちょっと一応ハウスのお店なので、ちょっと綺麗なジャケットを着ておこうっていう。あ、これでもギャラリーの、そうですね、オリジナルで昔やってたやつですね。私にはちょっとできない感じなんですけど、この間どこだっけな、二子玉川のお店で、はい、ギャラリーの中林、中林君だっけ、はい、確かこれぞファッション中林さん。あ、そうです、そうです、はい、ですね、はい、はい、これギャラリーじゃないの。ギャラリーを、はい、こういうのを愛しております。ギャラリーが好きで、はい、で聞いたんだけど、ギャラリーのコーディネート、まあ、ギャラリーの洋服が好きな人って、はい、例えば今日こういうコーディネートしようかなとか考える、それとも今日このジャケット着たいな、今日、あ、さっき言ったように今日このベルボトムが着たいからって作っていくの。そうですね、朝でも皆さん多分一緒かもしれないですけど、うん、なんか着たいなと思ったやつをベースに、何かその時の気分とか、うん、この自分のそのバックグラウンドに合わせて多分やっていくっていうことなんで、あまり多分変わらずにっていうところだと思います。僕は君は豪華君らしいっていうか、僕ならではのスタイルあるよね。ありますね。デザイナーものが好きでも、はい、例えば一丁一短とかも1日2日でもうこうやればこうなるよっていう感じにはならないじゃないですか、はい、そうですかね、そうですかね、はい、やっぱりそういうのがね、ギャラリーが好きなスタッフって思うと本当に自由で、はい、まあ、僕らみたいに逆にクロージングはこうあるべきみたいな、ね、まあ、ルールがありますもんね。なんていうのかな、縛られてないっていうのかな、はい、そういうのがあるから非常にいいですよね。で、襟なしのブレザーで、はい、これ金ボタンついてるんだ。金ボタンですね。クレイジーパーの金ボタンだったと思います。結構前にやってたのです、ね、はい、これね、タキャシっていう、あ、タキャシ、はい、やってたやつですね、はい、服部タキャシじゃないんだね。服部タキャシじゃないです。わかりました、はい。そしたらここの店とあとクルージングスタッフいる、はい、もう一名おりますので、あの、見てもらいます。わ、はい、かりました。西くん、西くん来た。だいぶ下の方見てる。こんにちは。こんにちは、西くん。西くん、僕初めて。そうですね、初めてお会いしました。あ、西さんは入社して 2年目。2年ぐらいですね。ああ、もう結構まだお若い感じでね。はい、そうですね。23?4、いや、来年24です、ね。おお、本当23、合ってますね。大体ね、分かるんですよ。すごい。人間の年齢を見ればね。人間見れば分かるんですか。そう、分かるんです。すごい。西さんは今日はどんなコーディネートなんですか。今日はあのデニムのラファーモーラっていうブランドの、お母さん譲りのギャラリー好きなんですね。いや、どっちかっていうと F の方が好きですね。全然 F じゃないじゃないですか。それだけですね。ギャラリーですね、どっちかっていうと。で、中のインナーがあのオーベルジュのオーベルジュブリラのボーダーティーです。ボーダーティー、うん、それにスカーフ巻いて、そうですね。で、靴はローファー履いて、そうですね、うん、
完全なギャラリーですね。はい。気持ちはマインドは F やもん、ね、マインドは F、ま、こういうの着たりするの、テーラージャケット。テーラー、はい、ブレザーとツイードジャケット、今日着るか悩んで、ああ、こっちにしました。大川君がいつもこういう感じだから、まあ、着てみた方が、あの、突っ込みやすかったからね、まあいいから。そんな感じで、ミスさん、今日、自分的には、どうですか、ここがポイントみたいな。そうですね、ポイントは、この、ちょっとセミフレアになってる。ちょっと分かりにくいと思うんです。オーカーマネージャーがフレアからというちょっと開いた感じが、うん、とてもじゃその多分裾の直しを結構悩んであって、どういうことですか、したもともと叩いてるのかな、そうですね、うんうん、フィニッシュどうやって、でシングルで出すか、シングルにするか叩きにするかで、すごい、めっちゃ悩んで叩きにしました。めちゃくちゃ悩んだのね。めちゃくちゃ悩みました。結局叩きにしたんだ。叩きにしました。幅もあれだよね。はい。広いの。ここのベルトのこと同じ。あ、ウエスマンの幅と同じ叩き幅にした。この幅だね。そうですね。なるほど。考えてますね。ウエスマンのやつはもう。大川さんが、ね、ウエスマンと同じ幅にしたらって言われて。泣きながらそうしたのね。本当やだけど。わかりました。で、そのシングルに上げようと思って、のは何だよ、もともとアンフィニッシュでやって仕上がりがこういう形になってたんですね。いや、広いっすね。こうなってたのからシングルで普通に上げるか叩くかっていうのがそうですね。で結局その叩きにしたのは大川マネージャーに言われたからってこと。あと牧野に相談して叩きはいいんじゃないって、ね、悩んで、そうです ね、 ね、はい、こだわりで、はい、面白いと思いません。そのパンツのまた下を普通に上げるか叩きで上げるかめちゃくちゃ悩んだって、やはりあのビームスのスタッフならでは、ね、そうですね、あるあるですよね。もうどっちでもいいやなんて思いますよね。シングルでいいやみたいな感じなんですけど、それをめちゃめちゃ悩んで先輩スタッフ2人に相談して決めるというね、はい、そうですね。このサイズ感もちょっとゆったり着てるのもなんかポイントですか。そうですね、これもともとこういうんじゃなくてワンサイズ上げたりしてる。いや、もうもともとこれ両方とも一番下のサイズなんです。あ、そうなんだ。あのナンバーハウスの、まあ、大川マネージャーを筆頭に、はい、ナンバーハウスならではのお二人今日は登場いただきました。そうですね、ちょっと時間あるので、じゃあ大川さん、あの、はい、お願いできますか。はい、こんな格好してますけども、しっかりとあのテーラードもやっておりますので、うん、もちろんテーラードの提案でできるスタッフもあの揃えておりますので、うん、ぜひナンバーにお越しの際はぜひお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます、ね、西君もお願いします。ちょっと西君を武藤さん流にちょっとなんか変身させてみることができますか。いやー、この感じからだとね、ちょっと、はい、あの俺も想像できないんだけど、はい、ブレザーとか着るっていうから、そういうした理由もね、はい、次回来た時に見てみたいなと思って、ね、あ、なるほど、そうですね、うん、西君もその今度ご来店いただくお客様に、ご視聴になられているお客様に対して何か自己アピールお願いします。面接あ、ちょっとそうですね、まだまだ入って 1,2 年目で、あの分からないところも多いと思うんですけど、あのしっかりとあの案内させていただくので、あのナンバーに来た時はぜひお願いいたします。この、 あの YouTube に出たスタッフって絶対あのご覧になってる方から似たよって言われるんですよ、大体。だからあのナンバーにお越しの際は、あの大川マネージャーと西君と、はい、あのいろいろ聞いていただいて、もし逆に僕らみたいなこういうドレスクロージングのスタイルが好きなんだけど、ちょっとインターナショナルギャラリーみたいなモダンなものを着てみたいななんていうご視聴になってるお客様がいたら、逆にチャンスかもしれないですね。確かにいろいろ教えてもらえると思いますよ。はい、あのドレスクロージングもやってますので、はい、たまたまちょっとこういう感じだったんですけど、ドレスクロージングこういうちょっと、ね、こうありますから、はい、ドレスクロージングありますよ。かなり豊富にありますもんね。そうなりますね。いいですね、はい、いいもの揃ってますね。そうですね、残ってますね。でドレスシャツもふんだんに用意してて、はい、もちろんネクタイもこのような感じで揃えていますと感じですね。でパンツもあって T ジャケットやシルコンみたいな軽いアウターもあって、はい、この辺がもう一連のドレスコーナーで、コートもありまして、で
半分こっちがインターナショナルギャラリーのフロアで、うん、あそうですね、インターナショナルギャラリーの雰囲気が強く、はい、でこういうのとかあって、はい、お懐かしいですね、なんかねされてますね、はい、気になるものありますか、武藤さん。着てみたいものとかはありますけどね、こんなジャケットすごいですね。どこなんですか、これは。かっこいいですね、こんな細いポケットで、そうですね、ローゴージでね、はい、でポケットの、あーそのゴージの角度なんかもこう下にあってこう切ってあるんですね、はい、基本的にインターナショナルギャラリーのこういうウェアって僕あの着方が分からないんであのいいなと思っててもなかなか今までも手出しにしたことはないんですけど、はい、まあ、こういう、ね、インターナショナルギャラリーのものもたくさん用意してあるんで、あと島重機、これ島重機ってこの島のコールとかにもこの難波のハウスのレコメンド商品みたいなのをこのような形で紹介してるので、ここの上にあるのは岡マネージャーが押してますよっていう商品になると思いますので、なるほど、奥もありますね。ここにあるのは確実だ。買っていけばいいですね、この辺も。はい。奥がレザーコーンですね、レザーがあったり。はい、レザーもこうふんだんに揃えてますね。そうですね、はい、凝ってます ね、 すね。クアトロッキーインターナショナルギャラリーのブランドや、はい、エンメティもあるのかな。あ、エンメティもありますね。エンメティとチンクワンタですね、はい、チンクワンタというお店ですね、はい、もうここの店に来ればビームス の、 あのドレスクロージングインターナショナルギャラリー、うん、もう全て見れるんで、あの一箇所で全部が見れると。そうですね、いう感じで広いですし、はい、お買い物もしやすいのかなと思いますね。確かに、はい、じゃあ最後に締めの挨拶をどんどんとおねんとお知らせしましたら連動連動と言っていただくのもよろしいですね、はいはい、それでは今日もご視聴いただきありがとうございました、はい、どんどんとおねのベンロベンロでした。どうもありがとうございます。ありがとうございます。また来週。